山崎はじめです。よろしくお願いしますす俺ででいいいんですかっていう気持ちですね、えー。去年の暮れに野田さんとはワークショップの時にも言ったんですけど「体動きませんよ」っていうことを言ってあのニヤニヤしてましたけど野田さんは。とにかく24年前っていうのはあのとにかく動けっていうことと。 それから間を開けるなんていう。<laughs> ダメ出し以外。聞いた覚えがないっていうぐらい。えっと、それだけだったんで。そのイメージがやっぱり。本当強かったんで。大丈夫ですかっていうことをまず言いました。昔はやっぱりね、ごったにっていうイメージがあったんですよ。もう、全部役者なんでもかんでもやってる。ところが、今は。その、えっと、動けるダンサーだったり。そういう人たちが。 あのカンパニーの方たちがね動く、えっと、シーンっていうその動いてムーブメントを作るシーンっていうのはその,あのその人たちがその、えっと、中心になって動いててでちゃんとした芝居は芝居で会話劇は会話劇でちゃんと成立させてるみたいなその融合っていうのが僕は、えっと、野田さんの進歩かなというふうに思いますね。<laughs> <laughs> 天才ですよ やっぱりあのそれで何が僕は一番すごいかっていうとあのあの人は何でも言えるんですよ。思ったことをあの言える人っていうかそう言える空気を作れる人っていうかだからそれはねあの僕はあの、えー、表現をする っていうかあのええ演劇のにならず何かこうものを作るあの現場ではあの言いたいことを言えるあの環境を常に作れるっていうのはものすごく大切なことであのこ,これをもう何十年とやり続けてるからあのそいろんな人とねあのその時代時代のトップの人とあの言いたいことを言える環境を作ってく。 だからそのいいものが作れるんだと、うん、それそういう存在ですね。だからその言い言いたいことを言える人、うん、あのだからまあ普通に言ったらお兄さんですけど、あの演劇界のそういう存在だと僕は思ってますね。極力まっさらな気持ちでそれに臨むっていうことが。 えっとありますね。だからえっと最初から何か偏見じゃないですけど、そういう色を持ってそのその極曲なりなんなりを見ちゃうとあれなんでなるべくこうえっと平たいところから始めるようにはしています。それはだからやっぱりえっと役者もそうそうじゃないですか。 役者だから、えー、と役者に上下関係はないわけでどんなどんな大きな役でもどんな小さな役でもやっぱり一緒なんですよね。そっ,から始まるっていうのがやっぱり基本だと僕は思ってますけどね。野田さんって表現者野田秀樹っていう存在でその中にあの演出家の顔があったりあの作家の顔があったり。 役者の顔があっったりっていうそのそのでもその表現者野田秀樹は変わらない自分の作品しかやらないじゃないですかそれ以外の例えばそのシェイクスピアを好きでもシェイクスピアの作品を演出するとかじゃなくて全部自分に置き換えているじゃないですかそ,それはやっぱりあの野田さんが全てなんですよねだから野田さんから走ってるものであって。 あの普通の方はだからチェーホフを演出するとかあのシェイクスピアとかそのいろんなものを演出するんだけどそ,そうじゃなくて全部こう自分の中にこう還元してそれからあのそれを演出するみたいなだからやっぱり中心にその野田秀樹っていう表現者がいるんだと僕は思うんですよね。皆さん、えー、今年の えー「ドダマップうさぎ波を走る、えー」どんな芝居かと言いますとですね全く分かりません <laughs> でもあのこのキャストとあのカンパニーの人たちの頑張りそしてあの、えー、ワークショップを見る限り僕は面白い予感をものすごくしてます。でですので あのどうぞ皆さんあの劇場に遊びに来てください僕も24年ぶりの n o マップでわくわくしてますどうぞお楽しみに。